ランツーリスモ7のオンラインタイムトライアルに挑戦します。こちらのスポーツモードから参加することができます。プレイステーションプラスに入ってなくてもチャレンジできます。みんなできますので、これはねやっておくといいですね。報酬が美味しいんで。今日はこっちやります。こっち簡単めですよ。やっておくといいと思いますね。これ車買うと20億するんですけど、持ってなくても参加できるのでお得です。これもいいところです ね20億の車にタダで乗れちゃいますので、ぜひやってみましょう。やってみました。はい、これから20億の車です。いいですよ。いいな。 300SL メルセデスですね、でガルウィングです。あ、上に開くやつです、ね、ドアがね、ちょっとまず一回走ってみようと思います。VR でね。うわ、いい。いいよね。あ、これね、いいね、快適そうです。いい天気だし、いい。これがね、レースカーっぽいんですけど、あれですね、市販車の感じの雰囲気も残ってますね。すごい勢いが、ゴーストの方。ゴーストを呼び込んで、お手本にして走ることができるので。それも貴重体験ですね。確かに世界記録の方とかトップクラスの方ゴースト読み込んで走ります。腕磨きにぴったしです、でこれ報酬はですね、一番いい報酬は2億クレジットです。なんと、はい、だからねやるといいと思うんです。お、滑るね。さっきまでモラはサーキットエクスペリエンスというもので練習してたんですけど、はい、あれはワールドサーキットから行けるんですけどね、ここがセクター2なんですが、セクター2が難しいですね。セクター2を苦手としているようです。ここですごい置いてかれますね、もうだいぶ2秒以上は差があろうかという感じですね。だいぶ遠くに行ってます。ゴーストの置き直ししてあんな感じですか。うわぁ、これじゃあそうですね、ワープしたね、だいぶ行かれましたね。やばいですね。累計で3秒、4秒は差があるかもしれません、トップから。難しいね。でも、まあ、割とやりやすい部類だと思うんですけど、ね、片方のもう一個スーパーフォーミュラーあっちの方が難しい乗る車が、あれはやばかったです。常時2つ大抵あるんですかね、43秒。ちょっと一回戻ってみますか。はい、ブロンズで2500万です。あ、41秒でいいんだ、ブロンズは。じゃあもうちょっとってことですね。もうちょっとでしたね、あんなめっちゃグダグダでも、もうちょっと頑張ったらブロンズはすぐいけそうな感じで、何らかの報酬はもう数週もすれば獲得できるでしょうというところですかね。2500万でもね、ちょっと走って2500万でも美味しいですからね。だいぶいい方だと思いますよ。やってみるといいと思います、VR を外してやっています。はい、これはどうでしょう ね、 どうですかね。もうセクター2でしょうね。ですね。でね、これがしばらく空いたんですよ。もう今週の水曜日までですね。2週間あるうちも、あんまり時間ないですね、あと何5日ぐらい。そうですね、思い出しました。忘れてたんですけど、ここ4のまんま行きますよ。あ、そうですね。3にしないと、マニュアルにしてきました。いつもそうそうだったらラインが見える走行映像っていうのを出してるんですけど、これは出してないんです。解説はあるんですけどね。の最後の方に載ってますね、あれから変えましてね。だいぶ変わりましたか。そう、最初が4速でアシストはね、カウンターステアアシストが強いですね。強いにして今やってます、っていうのを思い出しました、あとはもう忘れましたね。なんかどうなんでしょうね、これ簡単でかな、皆さんもできてますね、あんまり解説は普段よりは見られなかったんで、あ、できてる人が多いのかな。そうそう、だから簡単なんじゃないかなっていう判断をそっから推察というか、難しい時の方がよく見られる傾向だったり、あとあまりにもお得な時とかね、35秒で2億とかもあったんですけど、その時はだいぶ見られましたね。見られてないからやる気なくして出してないとか、そういうんじゃなくてね、バージョン 1.49 が来るでしょ、あれの情報をやるんでちょっと忙しかったんです。ですよね。それよりやるべき動画がちょっと多かったんで、だからね、見、
解説動画見てくださった方はありがとうございます。ありがとうございます。これでね、もし苦戦してるぞっていう方はね、せっかくだから多分やりやすい方だと思うんで、取っとくことをお勧めします。これ2週目も赤いし、うん、その時は、はい、私たちの解説動画を思い出してください。最後の最後に出ましたね。ちょっと出ましたね。もう一回やりましょうか。もう一回やりますか。 OK です。だいぶうまいじゃん。やった。お、いいね。語り落とししてオッケー。本当はこのセクター3になってから喋ろうと思ってたんですけど、だいぶいいですよ。集中して。今度は出る。出なければね。だな。さてどうなんでしょうかっていう感じで。そうなんです。始めようと思ったんですけど。お、こっからがセクターさんです。もう怖いな。勢い余ってしまう。そうなんです。なんだろうな、このマーカーすぎて距離表示のこの辺で。慎重にした方がいい。だな。前の人見てですね。うわぁ、これちょっときついですね。はい、はい、多分行ったでしょ。多分、あははは。ああ、もう、ブロンズは行ったな。ブロンズは行ったな。シルバーも。さっきね、なんだ、41でしたね。はみ出て41。37でシルバーですよ。あ、これシルバーか。シルバー行ったんじゃないですかね。すごい。やったー。やるもんですね。え、わぁ。って感じですから、モラが。これ、やりやすい方ですね、うん、最近上手くなってきたとはいえモラが行くんだからやっぱ簡単めなのかもしれません ね。うわ、シルバーです。シルバーですよ。走り切ったら一発シルバー。簡単ですよ。2周です。2周で1億ですよ。めっちゃいいじゃん。これはいいですね。これやりやすいです。でもう記録はもう早い方がいっぱい散々やった後でのこれですから、だいたい固まってますから。そうですね。世界記録更新されることがもうあんまりないと思うんです、うん、ほぼ確実に1億ですね。狙いそうです。うん、すごい。やったね。いいね。ちょっと集中してやってみました。お、やってみるか。ゴ、はい、ールド取れました。やりましたよ。大幅です。35秒でいいところ4秒台乗せましたからね、うん、私結構取るのも早かったです。うん、割と私にとってはやりやすめでしたね、これは、うん、あれから30分経ったかどうかっていうところですかね。すぐでした。うん、いい、やりやすかったです。やった感じとしては、さっきのサーキットエクスペリエンスの方がおすすめですって、はい。サーキットエクスペリエンスの方が難しかったです。っていうことらしい。サーキットエクスペリエンスで修行して、ホールゴールド取れるような方は、こっち楽勝で取れるんじゃないですかね。OK。ちょうどサーキットエクスペリエンスは取ったばっかしでしたね。はい、あれ、いい練習になります、やっぱり。うん、なので、そっちもおすすめですね。うん、解説も出してますからね。解説役立ちましたんで、私も解説動画見て勉強しながらやりました。ありがとうございます、はい、あれね、実は解説はね3つありまして、1つの動画で3つあるのでおすすめです。3つあるんですけど、うん、そうなんです。最初の方にビッグウィローありますんで、その辺参考にしてもらえたら。そうですね、この際思い出してあっちも3つもやってもらったらだいぶ稼げますね、うん、いい、これおすすめですよ。気に入ったみたいですよ、この車もまた、ね、うん、なんかいい車ですね。やりやすいかったですか。やっぱやりやすかったですね。アクセルオフでこう結構対応できちゃうとこもあっていい感じですね。なんかこう減速したらちゃんと曲がるっていうのがいい感じですか ね。いい、気に入りました。よかった、うん。向こうはね、解説の時は硬い硬い言ってましたね、私。サーキットエクスペリエンスの。うん。確か。なんだっけな、黒。コルベットの GR3 ですね。車高が低いんでしょうね。全然別物ですね。うん、ここに持っていくには。うん。結構難かったです、あっち。サーキットエクスペリエンス。慎重な操作でね、減速をしっかりするのと、もっと荷重を乗せていかないと、なかなか厳しいところがありますね。どれもなんですけど、荷重を移動させやすいんですね、こっちの方が、うん、OK です。残り期限がわずかですけど、おすすめですって。まだやってない方はぜひやってみてください。よし、最高。あんまりやってないですね、うん、なんか私で4000いってめったにないんですよね。え、1万円切ってるわ。めちゃくちゃ順位高いんですよ。あんまりやってないかな。あれ、これ歴代モラの中でもう一番記録出たかもしれません。本当だ。なんか人口が少ないか。なんかタイムトライアル3つあったんですよね。だからそっちにばらけてたんかもしれない。もう今2つしかないんですか。今ね。本当やりましょうよ。収録しているのが日曜日です。これ3連休らしいですね。明日
祝日で休みの方もいると思うんで、うん、あともうあれすぐできる人はできると思うんです。3連休だっていうのさっぱり忘れてた。これはね世間は3連休です。これは今がチャンスでしょう。やっときましょう。オッケー。残り4日です。もうこれやってた方がいい。木曜の4時までです。さっきから締めたがってるじゃないんですけど、オッケーですって何回も言っちゃうんですけどね。この後ね、オッケーです。オッケーですよね。こうね、収録が早く終わって嬉しいんです。早いですね、今回ね。それだけじゃなくて、この20億の車みたい。VR 見ましょう。もう VR 見に行きますか。今もう在庫減少ですけど、そうそうそう、まだギリ売ってるんで、手持ちにはないんですけど、レジェンドカーディーラーで。見れるんで見てみましょうかね。早くそれが見たかったですね。早く見たい。OK です。OK です。また行った。じゃあそっち行きましょう。はい。レジェンドカーディーラー来ました。今なら GT 車両がね、各種あります。ありますね。このコレクションとか、うん、こんな感じ。揃えられますね。そうですね。これがコレクションにあるんです。ね。クリアした方は、エクストラメニューっていうのが出てると思います。ね。すぐ。揃えられますね。これを揃えてくることが条件なんですね、うん、トヨタ、ホンダ、日産の3車種 で今乗ったやつがこれです。20億なんです。今ね、もうちょっとしたらこっからリストからなくなっちゃうんです ね、まあ、20億はね、なかなか食べられないんで買えないんですけど、払えないんですがね、ショールームっていうの見れるんで、うん、そうそう、見ましょう。これ VR 特権ですね。あ、いいね。これ話題、兄弟の中で話題になってる。かわいい。かわいいよね。これ見たかった。かわいい。これね、なんだろうな、いいね、レースカーなのかな、ゼッケン貼ってあるし。丸くていいよね。だよね。で、このベルトとかいいよね、やっぱ。いいですね。いい。いいわ。今のうちに見とかないと、またなくなっちゃいますか、うん、か。これね、私もテンション上がって生放送中に見ましたよ。うん。オンラインタイムトライアル生で撮りましょう解説ね。こんななんや。旧車のホイールはこれなんか面白い、ね、武器みたいでしょ。なんかへっへっ切り刻んでやる。取ってか。取ってなんか回せそうです。そうそう。すごい。確かにその手があったか。取ってね。あ、これがドアこうパカッと開くんでしょうね。そうだ。こんな結構なんか上半分ですね。お風呂みたいな、湯船みたいな感じで、ね、よいしょっと綿入れ入る感じですかね。うん、かわいいんですよね、フォルムはね。なんかフクロウみたいってよく私たちは言ってる。そうそう、言ってますね。鳥っぽい、羽を閉じてポーって ね、飛んでいくじゃんって、ね、結構な勢いで走ります。走ってる姿が砂漠を、うん、で、生放送中にこれが気になってた。車内から見てたんですね、この、うん、窓についてるやつ。なんだろう、これ多分、あれ燃料を入れるとこかな。ここから入れるんですか。多分ね。面白いね。外から見たら、納得というか、合点がいった、はいはい。こんな、水筒みたいなのがついてるんです、うん、じゃあこれ何、MR、それは関係ねえか。あ、燃料タンク、ね、そうそう、あの辺にありそうですよね。これおしゃれですね。ですよね。うん、うわ、で、やっぱほんと、室内も特徴的だな。ミラーそこで、ね。ミラーそこであって、こう。いいよね、なんか。あのドアを開けやすそうな感じで、こう、持ち上げて、よいしょって開けやすそうな感じで、くぼませてあるんですね、これ。特徴的だわ。面白いね。これは変わってるな。旧車の中でもまた。ねー、これはね、買ってね、いじりたくもあるんですけどね。何しろ20億。多分これ、外の塗装によって中身も色変わります。多分この辺は。多分ね。木のハンドルいいよね。いいね、うん。うわ、いいわ。これ、これ、これが見たかったんですよ。ずっと気になってた。ね、いい車です。いい車です。いい車です。ピカー。ピカー。わしゃフクロウじゃな。ああ、もう砂漠を飛んで疲れて帰ってきたときは、ここで涼むんじゃ。レジェンドカーディーラーだから、どうかね、これ。涼しそう。いいとこだろ。いいね、ここ。ああ、これね、もう、ここで佇んじょくのがええんじゃん。佇んじょくがええんじゃんか。300SL さんでした。300SL、どうやら2台あるような気がしたんです。で、しかもだいぶ顔違った気がするんですよね。今売ってます？いや、
今ないか。売ってないな。他の 300SL の印象が強かったから、これも 300SL なんだと思ってね、びっくりした感じです。あったような気がするんですよね、もう一台 300SL が。そんで収録されてる気がするんですよ、これ、グランツーリスト。ある。うん、多分、そのうち出てくるかもしれません。これ年代いつでしたっけ ?60 とか50じゃない。ですよね。うん。52。そうなんだ。これはもう50年以上前、70年とかなるんじゃないですか。昔にこういう車あったんですね。割と新しめに見えますけど ね、ボディが綺麗なもんです。へ、ね、いいね。いいね、マジで。びっくりした。これタダで乗れちゃうんで。うん、しかも2億ゲットってもうめちゃくちゃな話です。20億の車にタダで乗って2億ゲットってどういうことですかって。大サービス。ねえ、これはやるしかないでしょ。乗るためにお金払えそうなとこでしょ。払わないと、ね。20億いくら出したら乗せてくれるんですか。いや、むしろあげますよって2億ね。はぁ、払わず今ならなんと2億あげます。どういうキャンペーン？なんとやばいやっとみんなやりましょう。これはね、見逃したらもったいないな。2500万はもらえますか？2500万だいたいもらえるでしょ、ね、めちゃくちゃな話です、うん、そうですね、うん、やろうやろうですね、はい、連休みたいですし、うん、じゃあついでに私たちの解説も見てくれ。そしたら喜びます。できない買った方は解説見てやったらやりやすくなると思います。本当あれ勉強になります。みんな忘れてるんじゃないかと思って ね、あんまりプレイ人口今回少ないかと思って、ね、これはチャンスだってね。いいんですよ、スポーツモードですけど、プレイステーションプラス入る必要もないですからね。そうです、新コードによってスポーツモードがオープンするんですけど、割とすぐですか、ね、割とすぐ行けてるんで、うん、ほぼ大体のグランツーリスモプレイヤーは即挑戦できるんで、うん、20億持ってる必要もないです。これ持ってる必要がないんですからね。それがいい、すぐ行けるんで思い出しましょう。はい、でやりましょう。そしたら割と行けます。2億ゲットはなかなか大金ですからね、おすすめですよ。ここまでお届けしてまいりましたのはエクストリームアーティストのラブリエでした。モラでした。皆様、動画ここまで見ていただきどうもありがとうございました。ありがとうございました。また会いましょう。 See you next time。